飯食べに来てます。いただく枝豆で作ったどうぞ言ってるの何が豆も枝豆だけ食べたらの実の Vlog なんですが、最初スタート取れてなくてご機嫌斜めです。全然です。怖いです。全然です。めちゃくちゃ怖いです。ホタルです。僕スガラボ部に来ました。どこに行くの言われる。どれ食べるやつ。はい、長門市から回数締めのため、私開業しますよ。熊次に一番文章入れるんじゃない。熊ちょっと左目からいただきます。ロケビ？海賊か。おいしい。もらいました。誕生日イブ？誕生日イブケーキ。はい。金箔が全然お腹いっぱい食べて、おうし食べたけどまだ7時半。今からお買い物に行きたいと思います。心斎橋の韓国プリクラ取ってきます。タコのお土産頼むように買いました。クリコに戻ってきました。荷物だけ置いてて、これからチェックインします。ナイスパッ。 W が可愛いのにちゃんと映るの。あ、映った。お部屋到着。見て、ダブル大阪限定だって。大阪なんだよ。すごっ。確かに日本人好きそう。あ、海外そう、外国の方好きそう。アニメっぽいし。バーで飲み直したいと思います。めっちゃ揺らしてたじゃん。フリ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 。ひどい。バラのマンゴーがどっか行って。助けてみ。なんでさ、声がないんだけど。出てきた。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。待って、いろんなマジもある。じゃあカットします。チェックアウトしました。今は10時に出るって言って、今12時です。買い物昨日なかったのでお買い物に行きたいと思います。歩いてくるからね。心斎橋、ここ心斎橋の分かんないと思います。今スタバに来て飲み物チェックアウトして買いに来ます。アーモンドミルクラテの蜂蜜がけが最近好きです。電車に乗って京都に行きます。近い銀閣寺
は東京のアマンに泊まって、今年はめちゃくちゃ良かったので、東京が。今年は京都に来ました。とっても贅沢なんで睨まれなきゃいけない。睨んでないよ。睨んでたじゃん。一年に1回の贅沢だからね。一年に1回かすごいよ、急にスガラボからの。確かにアマンで、今年もスガラボからのアマン教授。どっちも大好きじゃん。どっちも好き。本当にさ、おこもりする感じだよね、多分。うわ、着いた。やばいな。いいね。素敵だ。ちょうどいいじゃん、センサー。はい、こんにちは。ようこそ。これも預けてもいいですか。はい、承知しました。こちらからご案内させていただきます。すごい。後で散策しよう、ね、散策したと。だから17時半ぐらい出た方がいいかもね。うん、17時半、うん、もうちょっと早く出てもいいよ。17時ぐらい出てもいいし、もうちょっと遅く出て。あ、遅く出て、うん、こんな顔ゆっくりしてる。アマンを作るときに、この森の木を切ったんですけど、その杉の木ですね。で、こちらのジュースが森のシロップといいまして、この森で採れた柚子ですとか、木を飲んでるみたいな。ここでしか味わえない、ホームメイドシロップです。おいしい。森を感じていただくための。売ってますか？あ、これはね、売ってないです。ここのご到着の時だけ飲めるっていう。残してる。なんで人飲むとそんなあるか。今季節ごとに栗をチョコレートにしたりですとか、いろいろとできるお庭でございますので。かなりね、こう、うん、全部で24,000円の栗ある。まだないよ。あるじゃん。すごい。イエーイ。誕生日おめでとう。やったやった。ありがとうございます。お夕食外でお召し上がり。ルームツアーします。スリッパーがない。私で開けます。お風呂場。別のとこ行くんですけど、ゆっくり保管したいと思います。ケーキ食べます。26歳。どうぞコーヒー。俺が入れたんだけどね。バレた。自分で入れたみたいな。キリアリ。はい。もったいないな。こんな可愛いケーキを。美味しそう。あ、ごめん。うん。バースデーミリア。ダメじゃん。なんで？Tom, the coming set. We have like a matcha muffin, matcha cherry, lesbian and strawberry, right kava. こちらはモナカと八つ橋とビターチョコレートでございます。はい、ありがとうございます。あと30分後に発表なんですよ。吐きそう。そんなに隠し会、隠したいかね。うん、隠し会かい。みんなでもスースー。めっちゃ優しいんだよ、見て。なんか多分察してくれてる人たちが、うん、なんかたとえライフステージが変わってもすごいあったかいコメント。 DM?
からご飯、その後にあれ温泉は入れない、9時までだっけ。うん、明日の朝。じゃあ戻ってきてここでまた飲んで、部屋の温泉入って朝早起きしてご飯食べて。起きないでしょ。起きるよ。ご飯までゆっくりしたいと思います。ご飯にやってきました。それ違う、そっち合ってる。こんにちは。こんにちは。あ、大丈夫、ちょっと、はい、疑うね。え、疑うね。全部お下げしてください。よしです。バラのジャムの中にこれ、変わるよ、貝とか食べるかな。貝、今日初めてショートケーキに乗ったミント食べて美味しかった。美味しかった。あのミントが、じゃあケーキのミントっていいんだよね。ミントが美味しかった。あのミントが美味しかった。でもさ、あれじゃないの、飲んでおけ。食べて、うん、飲んでるし、嫌いなのバーガーなんですか。モヒート？モヒートってミントじゃない、うん、でもケーキ、甘いのにミントはって思ってたけど、これからミントも食べるか、絶対に。26歳だから。あれってお店側が指定してるんですか。いや、コンビニじゃないですかね。五目のみたいなら常温のがいいしみたいな。そうですね、冷やすとあの酸味とか渋みが強くなっちゃったりとかするんですよ。なのでまあ渋みがまだ安定したら冷蔵庫とかでも全然美味しく飲めるやつもありますし。なんかコンビニもめっちゃバズってるワインがあるって。あ、そう。濱家さんが言ってた。名前だけど、どうせナパワインです。どうせナパワイン。なんか1000円ぐらいでめっちゃ美味しいワインがあって、うん、それがなんかワイン好きでバズって今売り切れだって。セブンだったっけな。大丈夫ですか、アルパカとかじゃないよ。違うの。トットの桑原さん。最近だから本当ワインもね、さっき日本酒の話だけど、ワインもどこも美味しいから。シワいワインとかないの。コンビニでもですか。コンビニでも。コンビニでもないと思う。コンビニのワインあんま飲まないかわかんないけど。昔のやつも結構わりかし、え、これがめっちゃバズってる。これがバズってる。知ってますか。ファミマの見たことないです。1000円で買えるけどめっちゃ美味しい。今コンビニにないって言ってた。売れてるんですね。はい、ほらほら、ワインエキスパートの資格がある人がおすすめのワイン。でもなんかラビレもなんかそんな安っぽくなさそうですもんね。ね、うん、でもコンビニで1000円高いよ。そんなことない。そんなことない。まあまあ、アルパドは安すぎるだけだって。600円くらいでしょ。大学生がみんな通るアルパカ。もちろん飲みやすいから。あ、そうなの。で僕あれ、あの中に氷入れてソーダで割るのも美味しいですか。赤がスキティみたいな感じなの。僕がこれ見ちゃう。本当に飲みやすいか。え、喉が痛い。若気の二人であるかもぐらい。多分学生の時に。でも味わうとかじゃなくて。完璧。いきます。はい。チーズ。こっちだけど、兄6の方。ここじゃないよ。
行ってる皮膚科の先生が勧めてたアイクリームです。これが最近いいんだよってツヤツヤのお姉さんに言われたから買いました。よいしょ。塗って。はあ。一日があっという間だったな。ね、大阪にいたのがめっちゃ前の気分。いいことだね。確かに。いや、今日はドキドキの一日でしたね。ドキドキだった？うん。よかったね。みなさーい。もずく？もずく。森かな。美味しい。豆乳がよくて初めて食べたかも。これからすみだよね。絶対美味しいよ、ね、からすみマグロ、うん、季節のやつ。本日のパスタ。本日のパスタでーす。パン？この生地も美味しい。柔らかい。ここで食べるか。すごい食べるさ。食トレ。だって朝ごはん食べて寝てしかない。やったこと寝ただけ。すごい食べた。絶対胃袋大きくなったもん。夜もお腹空いちゃいそう。じゃあ。ピザ屋さんでもお祝いしてもらいました。誕生日を大活躍させてる旅行素敵な一年にしまーす。どうしてパフ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 急いで東京に戻ります。時間がないの。